第3次依存層の戦いは、第1次世界大戦中のイタリア戦線で1915年10月18日から11月3日にかけて、イタリア王国とオーストリア・ハンガリー帝国の間で戦われた、海戦である。第1次依存層の戦いと、第2次依存層の戦いで、山岳地帯に阻まれて苦戦する中、2ヶ月半の兵力補給の間に、ルイージ・カドルナ大将は、 1200門もの大砲をかき集めて不利を是正しようとした。3度目の攻勢でカドルナは異王国境の要衝、コリツヤを占領することを望んでいた。しかし2度にわたる大攻勢の不調はカドルナの単調な指揮による漠然とした全面攻撃にも要因があった。オーストリアのスベトザル・ボロイエビッチ将軍らは戦力を1箇所に集めることで対応した。 大規模な砲撃援護の成果で、イタリア陸軍は、カナルシ近郊の町で、バインジッツァ高地の南端に位置する、プラブとクラス地方のサンミシェル山の頂上を占領、孤立や守備隊に脅威を与えた。サンミシェル山の大地は、スベトザル・ボロイエビッチ将軍のオーストリア軍と、エマヌエーレ・フィリベルト港のイタリア第三軍による、激しい山岳戦が展開された。両軍は、 多くの戦死傷者に苦しめられた。ボロイエビッチ将軍の命令で、オーストリア軍は、堅実な防戦に徹し、多くの損害を出しながらもイタリア第三軍により、多くの死者を惜しながら、陣地を守り通すことに成功した。限られた範囲での戦いではあったが、ボロイエビッチは、指揮官としての自らの優秀さを示せた。もっともそれは、2週間後に、 イタリア陸軍の新たな構成が始まるまでのことだった。ありがとうございます。